皆さんこんにちは、ベシャです。こんにちは。今回のこの動画ではインターネットを使った究極の生き方シリーズで実際にスマートフォンを使って稼ぐ技について公開していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、今回も現在副業を実施してですね、先月なんと2月に12万円でしたっけ。そうですね、12万5千着ぐらいですかね。12万5千着いった方にですね実際に本業プラスの副業でそれだけ行ってる方に、急遽ですねお呼びして動画を撮影させていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、今コロナの時期ということでサングラスのマスクということをかけていただいておりますので、そこだけちょっとご了承いただきたいと思います。で、名前はまた仮名で今回は愛さん、はい、でよろしくお願いいたします。愛、はい、さんと僕との関係って実はですね、保育園の時からの知り合いなんです。で、僕たちは今こうやって今32歳ですけども、はい、まあこうやってね今大人になっても、ビジネスの付き合いというか、はい、そういうなんか不思議な、不思議ですけど、不思議ですね。まあご縁は継続的に、はい、当たり前ですよね。まあそうですね。あ、そういうこともあってですね、今回はですね、ちょっとラフな感じでね、動画を撮影していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、愛さん、早速ここからですね、いろいろ深掘りしていきたいなと思います。はい。散々ですね、僕はね、インターネットを使った究極の生き方をね、はい、世の中の人たちに、そして世界中の人たちにね、はい、いろいろお伝えしてるんですよ。はい。最近になってようやくね、その Zoom とかね、テレワークね、はい、会社に行かないような働き方、働き場所も選ばないで自分の好きな場所で働こうよっていうのがね、やっぱコロナになってようやく、はい、高まってきた、ニーズが高まってきた、ね、はい、っていうのを感じます。はい、でその中でやっぱりスマートフォン、今現在のパソコンとかスマートフォンとかあればもうビジネスが誰でも個人でもできる時代だと僕は思ってますけども、はい、でもその中ね、やっぱどれだけそのより効率的にスマートフォンを使ってビジネスができるのかっていうのは感じなのと僕は思ってるんです。はい、でその中で先月2月に12万5千円いった愛さんが、やっぱね、ちょっとね、すごすぎたので今回動画撮ってますけども、愛さん、実際にやってる作業ってシンプルに言ってほしいんですけど、愛さん、どうでしたか？すごく簡単ですね。まさかこんな、簡単な作業でこのぐらい利益が出るなっては思ってなかったですね。なるほど。やっぱね、そのちょっと今回も大まかに見せたかったんですけど、今日はねもう具体的にね、どんどんもう根掘り葉掘り聞いていきますんで、はい、絶対にね、あなたにねリアルな情報を届けていきたいし、やっぱ最先端の、ね、情報を伝えたいと思ってます。で、愛さん、はい、そんなに簡単だと思ったら、愛さんだからできたっていう人たちも多分いると思うんですけど、はい、実際にこの20代の人どうですか、できますか？できます。どういう人だったらできると思いますか？普段使いでスマホを、問題なく使っている方だったら誰でもできると思います。なるほど。30代、愛さん何歳ですか？僕3、もう吉田さんと同じ32歳です。32歳。でもこの一気に飛ばして60代の人どうですか？60歳って今は結構現役バリバリでスマホも使っている方も多いと思うので、全然問題なくできると思います。なるほど。はい、実際、愛さんがやってることって、はい、どんなことなんですか？本当、究極的に言うと、コピペですね。コピペ、はい、出ました。今話題のコピペ、はい、話題かどうかわかんないんですけど、結構聞きますね。もう聞きますけども、はい、でも僕は正直言うと、はい、それだけコピペの時代だと本当に思っております。はい、なぜかというと、コピペでできるぐらいまでシンプルにしないと、続かないと思います。でしかも今、AI はちょっと行き過ぎてますけども、コピペでできるような、もうパソコンで入れた文章なども iPhone で共有できるじゃないですか。そうです。だからコピペでできると当たり前だと思うんですよ。はい、で、愛さんもっと言うとコピペでしょ。はい、でコピペじゃ多分みんな分かんないんで、例えばどういうところに出してるんですか？某有名サイト、そこまで言っちゃうね。そこまで言っちゃう。某有名サイト、サイトって言ってもインターネット販売サイトってことですね。そうですね。はい、そこでコピペをすると、はい、サイトで販売するって、例えばフリマサイトで販売するというのと同じですか？そうですね、そういう感じですね。で、僕がこうやって思ったら、やっぱフリマサイトに出すだけでも写真とか撮影してるんですか？
これがちょっと驚くことに全く動かしないんですよね。そんなことありえるんですか？ありえてるんですけど、今なんかですね、はい、じゃあ写真撮影もしなくてコピペで終わるってことは、はい、金額とかはどうしてるんですか？金額の提示いただいたものをそのまま入力するってことになりますね。そこまで提示してくれてるんですか？神ですね。神ですね。なるほど、これだいぶ分かってきましたね、はい。でそうなると今度じゃあ買ってくれたら、はい、あの郵便局とか、はい、ヤマト運輸とかに持ってって発送してるんですか？それもちょっと僕はやってない。やってない。もう本当にただ単純にその与えられた資料を元に出品してるだけです、うん、なるほど。ただその後にその購入者がいたら、うん、ある、まあ、事業部さんっていうところが、はい、まああるんですけども、事業部さんの方に投げて、うん、そちらが発送していただけるっていうのはすごい、ここまで手取り足取りやってくれるのかっていうぐらいのシステムができてますね。なんですかその事業部さんって、怖い人です？いや、とても優しい人ですね。例えば、なんか質問とか購入したい人がいた時に質問してくる人がいるけど、はいはい、その対応とかもやってくれるんですか？それも僕は今やってない。やってないの？最初はちょっとだけやってたこともあったんですけど、はい、まあもうそこまでしなくてもいいよって言ってくださったので、うん、はい、そこも投げちゃってます、ね。投げ、誰投げてるんですか？それは事業部さん。事業部さん。なんか事業部って神ですね。神ですね。もう素晴らしい。はい、いいな、そんなねやり方があるなら教えてほしいんですけども、はい、でも教えるのなもう今やってる作業のことでしょ、はい。そうですね。今言ったことをほとんどやもうそれが一連の流れってことですね。流れからもうあとはもうまたやるだけですね、はい。やるだけって今言いましたけども、はい、どれだけやってるんですか？これ結構言いますね、僕ね。そうですね。あと1時間ぐらいですかね。まあ、だいたい50分から1時間ぐらいの間で多分1日は終わってるなとは思うんですよね。すごいですね、はい。50分から1時間。例えばそれ隙間時間とかにできるんですか？できると思います。いいな。例えば隙間時間でも5分でもできます、はい、5分でも、まあ、できるんじゃないかな。5分もまあ集約していったら結局1時間、1日に1時間ぐらい取れれば全然できるかなと思います。アリさんの場合はその1時間の、はい、あの例えばでいいんですけども、はい、まあ、具体的に教えてほしいんですけど、その1時間ってどこの部分でやってるんですか？僕がやってるのは今はちょっと早めの1時間前倒しぐらいでやってるんですけど、大体5時前後ぐらいですかね。5時前後、はい。それは例えば僕が思うのは、はい、あの見てる購入してくれる人たちが、はい、よくやっぱスマホを扱ってる時間帯っていうことですね。そうですね。なんかちょっとノウハウみたいなこと言ってますけども、まあ、皆さんこう視聴者のシーンでね、そうですね、はい、要するにそういうことですね、はい。なんかアイさん素晴らしい機能使ってますけど、そうですね、なんか素晴らしすぎて本当なんかよとか思うんですけども、そうですね、そうなると思います、うん、なると思いますけども、はい、実際でもリアルな話でしょ。そうですね、これはもう包み隠さず全部リアルですね。もう包み隠さず、はい、隠してるのは顔だけっていう。そうですね、顔と口も全部ここら辺だけですね。なるほど、はい。でこの動画で見てる人たち、はい、例えば愛さんのスマホを奪い取っちゃって、はい、そのまま説明してくれたらできるかって言ったらできますか？できると思います。いや、そこまでじゃない。できますね。いや、このビジネスって他の人にもお伝えできる部分は 100% 中どのくらいやっぱりいけます？また極端に理解力がない人とかが以外だったら100% いけると思います。なるほどね。そして今から早速アイさんがやる作業を実際何秒かかるのかっていうのを分かりたいなと思います。はい、アイさん、are you ready？ はい、 OK です。よーい、スタート。また概要欄の方に吉田のメルマガも毎週配信しておりますので、ぜひ登録してください。